そちらはね、まあ、JR 東日本、まあ、高崎のね、まあ、下だからな、まあ、そこはワクワクデスティネーションキャンペーンウィズ埼玉もう終わろうとしていますね。ね、こんな感じですもん。またね、アフターデスティネーションっていうのが、まあ来年のね、まあ、4月1日から6月の30日、まあ行われるんで、まあ今年の分はね、まあ来年でということで、まあ、同じような状況が続くのかもしれないけど、まあ収束してもらうことをね、まあ期待したいと思います。まあこちらはね、高崎駅東口の、まあ、ペデストリアンデッキで、そちらはね、タワーマンション。すごいマンションなんですよ。ね。こんな。まあ、さぞかし最上階は眺めがいいことでしょう。まあ、蚊とか飛んでこないかもしれないね。よく言われるけどね。高崎駅の東口正面です。おー、行った。あ、右に振るとね。まあ、山田電機さんですね。こんな。まあ、下に降りずにね、まあ、駅まで入れるんですよ。まあ、そちら方向ですね。走ると揺れますね、この歯。なんか揺れるんですね。はい、国道354号線です。こんな。すごいね。こういったところもね、今ね、中央改札口のところにね、まあ、高崎パス旅、そういった、まあ、顔出しパネルかな、顔出しパネルがあるんで、まあ、顔を出しに行きますよ。まあ、どんなね、まあ、パネルなんでしょうね。うん。あ、交番があるからね。なるほど。まあ、コーヒーショップとか、松本清とか、まあ、レンタカーとかね。こんな感じね。時刻はね、正午40分になってます。こちらは切符売り場。中央改札口はどこか。これか。ありましたね。これは大きな顔出し看板ですね。じゃあちょっと入ってみましょうかね。それではね、こういったパスタル、まあ、このね、こういった
面白いね。人を畏怖させまたは不安を覚えさせるような衣服の着用や言動を行う。畏怖させるような方向で集団となって一箇所にとどまったり車座になるなどして座り込む。徒党を組んで通行。面白いね。畏怖させるとダメなんだね。公式ツイッターから発信しています。ぜひご覧ください。高崎からね、東京山手県内は1980円。まあ運賃だけで、ね、今はねクレジットカードでね、まあ切符が買えるんですね。いらっしゃいませ。いらっしゃい。お切符の種類をお選びください。まあ、お選びくださいだって買わないからね。すごいね、こんな時代になったんだね。極めてね、高崎らしいですよね。福田あるまで。これがね、堀平さんのキャラクターです。ふりめき弁当。ははここね、ぐんまちゃんショップなんですよ。まあ、目撃情報を求む。でもね、ぐんまちゃんだけだったっけな。こんな感じ。怪しすぎるね、これね。こんな感じで歩いてるんですよ。あ、たまたんいないかたまたんいないか聞いていきましょうか。まあ、いないと思います。現在地はね、高崎駅の東口の、まあ、ロータリーの真ん前ですね。高崎芸術劇場で G メッセ、こんな感じで。あ、高崎アリーナもありますね。まあ、こういった位置関係ですね。うん、面白いね。ノーチューブ高崎だって。あ、藤間由美さんですね。美優さんか。売れなくなっても知らねえよーって。まあ、光月賛否のカルタが出てできたんだね。本当に50枚も作れるんですかね。はい。それではね、まあ、東口のロータリー。こういった、そうですね。こんな、はい、ご視聴ありがとうございました。すごっ。